オラペッサー小野村です。今日は新しいシーズンパスの紹介です。ハッピーなシーズンパスが多いカイア島には珍しいダークデビルってかホワイトデビル的なシーズンパスになってます。まずはコスチュームから。角、え、もうこれだけで可愛い。服、可愛い後ろにリボンがあります。それから靴、今回は服と靴がバラバラになってますね。珍しい。髪の毛もっさりしてて可愛い。それに表情、なんとも言えないこの表情。ちょっとハートが邪魔なんでどけるね。何かを悟ったような表情が少し笑える。さて最後には真っ白な肌。なんちゅう肌をしているんだ。白すぎる。これはもう目立つこと間違いなしだね。身長見てみましょう。まずはちっちゃいの、こんな感じ。もう全部白だから正直言って似合わないはずがない。白は全部可愛い。こんな感じになってます。真っ白だね。はい、自分の顔がこの服装に合うかどうか見ていきましょう。どうですか、ババロがみんなの顔を持ってるかどうかちょっとわかんないけど、はい、参考になれればなと思います。おい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 、はい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 、こんな感じです。ちょっと前髪が邪魔で顔、あの目が刺さってるような感じになるけど、一応これでみんな試しました。ババラだとそうだね、髪の毛のせいで目が小さく見えます。服とかのコスチュームが多かった、服とかのアイテムが多かったおかげで家の家具はだいぶ少ないです。まずはこのアーチェリー、かっこいいですね。門かな、すごいかっこいいです。はい、続きましてはこのなんか牛かなんかの骨。はい、白だね、かっこいいね。で、あ、椅子になってるで、これ机かと思ったけど、じゃらーん、かっこいい。後ろから見たらこんな感じになってます。そう、こういうの好きな人はすごいやったってなるシーズンじゃないでしょうか。最後にみんな大好きクマちゃん、袋をね持ってま、お、袋で思い出した。確かペットがいたよね、まだ。うわー、見忘れてた。白クマちゃんになってます。今回のクマちゃんは。さあ、クマちゃん、あんまり動かないけど、縦こんな揺れのクマになってます。少し存在忘れてたけど、新しいペットの袋じゃん。おー、動きが素早い。素早い。素早い動きの袋がついてきます。やばい、歩き方が。みたいな。かわいい。かわいいです。さあ、シーズンパスはこんな感じでした。皆さん少しでも参考になれたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。またの機会があったらよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。